知ってます？彼大食い得意なの。知ってます、はい、見てましたテレビで。おい見せんな口の中レディーの前で。あれってやっぱいっぱい食べるから、はい、喉を広げたらいいんですよ。里芋を煮て、まあ、ちょっと若干冷めた状態、それをどんどんどん丸飲みするんですね、噛まないで。で僕そのね、あのトレーニング方法を、芋ラチオって呼んで。やめとけお前は。芋ラチオ法って呼んで。やめとけって。最悪。ニヘラチオさんはさ、ニヘラチオで。ラチオダメ。絶対言うなよラチオは。ラチオダメな方でしたっけ。ダメな方っていい方がいねえんだよ。豊丸さんだけだいい人が。懐かしいな、インラン女王豊丸さん。もちろんご存知ですよね。もう知るわけないだろ豊丸さん。